S20 型エンジンは、かつて日産自動車が開発、製造していた、ガソリンエンジンである。ベースとなったのは、プリンス自動車工業が開発した、純プロトタイプレーシングカー R380 に、搭載されていたレース用、グレーン8型エンジンで、これをベースに再設計を行い行動で使えるように、出力を落としでチューンしたエンジンである。 それまで国内ツーリングカーレースで使われていた S54 型、スカイライン GT の G7 型エンジンは、カウンターフローのさえシーエンジンであったために1965年から1966年シーズンは、ワークスマシーンのみ、クロスフローに改造した、グレーン7バイトダッシュを搭載した。しかし、1967年のレギュレーション改正で、 再び G7 型への変更を余儀なくされてしまい、性能の低下は否めない状況になった。そのため日産自動車では、次期ツーリングカーレースの主力マシン用として、R380 に搭載されていたグレーン8型をベースにした DOHC 直列6気筒エンジンを開発し、1969年に S20 型エンジンと命名、スカイライン GT-R に搭載された。 その後、KPGC110 型スカイライン GT-R と S30 型フェアレディ z 432.432R にも搭載されたが、1973年に48年、排出ガス規制に適応できず、1973年3月をもって製造終了となった。一般車や標準グレードの通常エンジンに比較すると大きく異なる部分。 明らかなオーバークオリティと思われる箇所が散見される。これはレースでの使用を前提にした設計であるためであり、チューニングをしても十分な耐久信頼性を求めた結果でもある。これらのエピソードから頑丈なエンジンの印象があるが、コンピュータ制御もない時代のエンジンゆえにコンディションを維持するためには定期的なメンテナンスが必須である。S20 型エンジン、ありがとうございます。